もうちょっとで、もうちょっとでヒューマンバームの桜、いやすごい盛り上がってましたよ、後ろの方の日本人の塊が。唯一残ってる日本人は時郎さんですよね。はい、この組み合わせどうですか。いやもう全然分からない。飛行機ゲーム誰も知らないでしょう。誰も知らない、ゲームが分からないですね。めったに見かけない組み合わせなんですけど。そうですね、こんなに強いゲームがいると困りますね。おお、押し込んで、これはダブル P か、まさか。おい、このままじゃダブル P、お願いして、なんとか削って、あー、はい、あ、え、これはさすが、シアンは時戸さんに苦手意識があるんですかね。うん、これ先週3試合ですか、うん、ここ先週3試合、うん、先週No. Wait, isn't that the mirror? これはこのショットきつい。おわー、捕まった。お、また普通の、お、これはない。みんな現状盛り上がってる、みんなすごいですね。すごい、見てる、ナイスカード。開幕は剣の方ゲージ貯めたいですよね。ウルコンまで貯めて、甘いザンク、ウルコン、ウルコンが溜まってゲージもフルにあるから怖いですね。あー、これはきつい。おお、剥がれる。おお、これはウルコンまで死ぬでしょう。素晴らしい、日本取り返し、シェン選手、日本人のビューはいるかな、この時間帯いるかな、いるでしょう。まあ、最後の日本選手だから、ね、時田さん応援してると思いますよ。時田さん頑張ってほしいですね。これはおお、ひよった、またピーカー、はい、やっぱ一気に流れ持ってきますね、時田さん。P の勝利、やっぱり次のラウンド、うん、影響を受ける。お、おおおおお。みんなシンガポールに来る前、なんか減対策、おいっと、立ちま、うん、立てました。いや、指剣勢、あー、なんか三太郎さんちょっと
とやってたかな。現なんか現会議とか。会議まではいってないです、ね。はい、ないですか。はい。でもやっぱもう相当みんなもう彼と当たるのは嫌だってもう口を揃えて言ってましたね。吉祥寺君がちょっといけるかもっていう話はしてたんですけど、そう確かなんかクウェートで県に支援に変わって、そうなんですよ。なんか塞がったとにかくきついとは言ってましたね、ゲームが。おお、これはスーパーまでからの、詐欺かよ。おお、ミサあるよ。おお、あ、大足食らわなきゃなんとか。厳しい、厳しいだ。この緊張感。うわ、これはやばい。ウルコン一戦。ウルコン仕込まなかった。よかった。これ21ですね。さあ。ゲージ溜めて、おっ、マイク出る。あ、ここも見せる。ナイスガード。次の残空吸収してウルコンゲージ、はい、おおっと前ダッシュ、大胆な行動。怖いですね。何回も対戦してきた2人のお互いの癖、うん、分かり合うんでしょう。うわー、来たー、時のノースセットプレー。これは地獄です。おーっ、タギ入って、おっと、仕込んでない。おっ、あー、ゲージない。おっと、なに前出し、なにこれ、やりすぎるでしょう、こいつ。わからない、あー見えない、うん、中断。あー、これ確定しちゃうよね。あーああ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 刺さった。百鬼系強い。おお、昇竜。おお、福さんなんか上から振ることが多い。これはでかいです。打っちゃった。ゲージないゲンは、ゲージないゲンは無理でしょう。はい、めくった。クリオさん頑張ろう。おー、なんかに祈ってる。お、祈ってる。アマテラス狼？え？アマテラス狼。シエンは神様を信じない、うん、自分に信じる、うん、はい、これは飛びが入った。会場めちゃくちゃ盛り上がってます。会場みんななんかもうゲンキックのゲンの激浪のタイミングバッチリですよ、掛け声が皆さん。あ、えー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 、あれは日本から来たあの習慣。え、うん、日本の格ゲーから。あ、そうなんだ、知らなかった。一番面白い闘撃の思い出はあれだ、サードの、ゲネイジン。ヘイ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 、
おお、ほら、へい、みんなへい言ってる。シェアのリーチ。あと1ラウンド。このマットキャッチの巨大でも大足刺さった。おお、これは遅い。うわー、うわー、何これ、これは